やっと届いたぞー。どうも、とみちゃんです。今日はですね、9点の購入品をご紹介したいなと思います。いやー、9点の購入品久しぶりですね。しかし皆さん聞いてください。今回なぜ9点の購入品をしようかと思ったかと言いますと、こないださ、目代わりやってたんよ。その時に頼んでたものがやっと揃いました。中にはね、めちゃくちゃ早いもんもあったんやけど、ちょっとスキンケアグッズがね、すごく時間かかってしまって、もう中にはね、我慢できなくて使っちゃってるものもあるんですけど、一つずつご紹介していきたいと思います。それでは最後まで見ていって、おもなし。じゃあ早速一つずつご紹介します。一つ目こちらです。こちらはですね、柔らかマスクでございます。これはですね、皆さんね、最近よく聞くと思うんですけど、血色マスクっちゅうものをね、買ってみました。51枚で484円、まあ500円ぐらいで買いました。おー、はい、こんな感じで色がついているものですね。これね、すごい色たくさんあったんですけど、私はね、アプリコットという色を選びました。なんか私が元々欲しかったベージュ系の色がもう売り切れてたので、このね、ピンク系にしてみました。はい、こんな感じでございます。どうですかね。結構白のマスクとかって、マスクしてます感すごいやっぱ出るけど、こういうね、色付きのものって、それこそメイクとかお洋服に合わせてつけることができるので、可愛いなと思って買いました。ゴムもね、柔らかい感じなのでつけやすいかなと思います。じゃあお次はですね、こちらです。こちらは NARS のコンシーラーを買いました。これはですね、もう日本のものなので皆さん見たことあると思うんですけど、色はね、こんな感じです。最初ちょっとつけた時白すぎるかなと思ったんですけど、馴染んでくれる感じでしたね。まあでもどちらかといえばちょっと色は白い方かな。このさ、コンシーラーは言わずもがなすごいいいって言われてるから、ずっと使いたかったんですけど、ちょっとね、目代わりで安くなってたので買ってみました。まあ最近はね、ちょっとクッションファンで使ってるんですけど、それこそまあ特に撮影とかもなく仕事とかもない日は、下地にコンシーラーっていうね、ベースだけで済ませることが多いので、ちょっとこれでね、今後もメイクしていきたいなと思っております。じゃあお次いきますね。お次も化粧品系です。こちらです。ロム&のチークを買いました。これがね、ちょっと思ってた色じゃなかったんですけど、私はね、写真で見た時ちょっとアプリコットカラーというかオレンジっぽいのかなと思ってたら、割とピンクカラーでした。こんな感じでした。どうですかね。すごく肌なじみがいい感じの色でした。せっかくなので塗ってみようかなと思って、チークブラシも買っておきました。もうね、だいぶ夕方になってチークは取れているので、ちょっとせっかくやったら塗ってみようと思います。なんかやっぱポワッとする感じですね。あー、でも可愛いかも。すごい肌なじみがいいから、あんまこうチークっていう主張がなくて、あ、結構可愛いかも。なんかオレンジ系でもピンク系でも合いそうな感じのチークでございました。ではお次いきます。こちらです。こちらはホットビューラーを買ってみました。これはですね、もう実は何回か使ってるんですけど、結構いい。こんな感じのね、なんかほらこういうさ、ほらディズニー映画あったやん、なんかそういう形のやつと USB の充電のやつとお掃除用のブラシがついております。ちゃんとね、こういう風にキャップもついてて、でここに温度がね、調整するやつがあるんですけど、3段階に温度が上がります。こう温度設定した時に、ここの赤い点点点があると思うんですけど、このね、赤い点点点がだんだん消えていくんですよ。ほらほら、わかる？さっきと比べて色が白くなってるの。こんな感じでブラシっぽいのがついているので、こうやってじーってゆっくりね、まつげをね、上げていくんですよ。すっごいね、ほんとカールが上に上がるのでめっちゃ気に入ってる。これはね、ちょっと今回の購入品でもすごく買ってよかったなと思うものでございました。おすすめです。ちょっとみんな次の目代わりの時にも参考にしてみて。ではですね、次はね、全部スキンケア系でございます。まず一つ目はですね、こちらですね、シカデイリーマスクでございます。もうこれはね、私ずっと使ってて、何を言っても花粉の時期にすごく敏感肌になったって話をね、何回もしたと思うんですけど、その時でも使えるぐらい全然こうピリピリ感もないし、すごくしっとりもするので、めちゃくちゃ愛用しております。シート自体もすごく薄いので、ほんと毎日使いできるものでございます。結構冬の時期になんかどのマスクつけても、それこそ私ルルルンのマスクが日本のものやったら一番好きなんですけど、もうね、スキンケアがもうほんま嫌になるぐらい、もう肌がピリ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 して仕方がなかったんですけど、その時でも使えたので、結構ね、いろんな肌質の方が使えるかなと思いました。普通に日本のドラッグストアとかでも最近売っているんですけど、やっぱこういう時にね、お得やなと思いました。でね、ちなみにね、この VT のマスクはね、おまけがね、ついておりました。
ました。これもね、また使ってみようかなと思います。ではお次はですね、これがね、一番時間かかったやつでございます。こちらです。アイオペのビタミン美容液を買ってみました。これはね、結構こうね、口コミが良くて買ってみたんですけど、最近私ね、すごい、シミができ始めてて、もう年やわーって思ったんやけど、なんかシミ系のそういうビタミン剤みたいなの欲しいなと思って、これを買ってみました。こんな感じです。なんかほんまビタミンって感じの匂いがします。どちらかといえば柑橘系の匂いがします。これはね、しかもなんかすごい毛穴とかにもなんか効果があるみたいで、もうめっちゃいいやんと思って。これは美白毛穴シミニキビ跡に効果ができる美容成分で、アイオペノザンビタミンにはビタミン C が 23% も配合された濃縮美容液だそうです。まあこれはちょっともう使ってみてまたどこかでレビューしたいなと思います。これ3から10って書いてないけど、この温度で保存しとけってこと？これはね、もしかしたら次買う方も時間がかかるかもしれないんで、よく見ておいてください。ではですね、あっという間に最後でございます。最後はこちらです。じゃじゃん。結構ね、Q10 の目代わりのランキングの上位とかになってたので、いいかなと思って買ってみました。ただ、なんか買ってからいろいろ読んでたら、割と賛否両論あったので、これも私がね、ちょっと試してみてから、またどこかで話せればなと思っているのですが、おー、はい、こんな感じでボトルになっていて、もう、ザ・お花の黒ずみ直しますみたいなパッケージしてるんですけど、いいのかしらね。なんかね、確か、コットンに含ましてこう鼻にこうつけてってやるやつだと思うんですけど、あ、ん？なんかなんや、さっぱりした感じの匂いがする。なんかちょっと発火みたいな匂いするかもしれん。これね、ちょっと苦手な子は苦手かもしれん。あ、さっぱり系ですね。発火みたいなの入ってんのかな。なんかすごく匂いがそういう感じします。これでね、私の頑固な黒ずみが治るんやったら、もうぜひみんなにおすすめしたいなと思って試しで買ってみました。これはレビュー動画出したいな。頑張って使っていきたいと思います。ということですね、いかがだったでしょうか。これが私の Q10 の購入品でした。どうでしたか。個人的にはね、結構今回お得にしかも満足なものが買えたので、まあ全体的にね見たら、まあすごく長く待ったんですけど、まあちゃんと届いたので満足でございます。皆さんちなみに目代わりで何か買いましたか。もしね、次また目代わりの動画出す時とかに参考にしたいので、おすすめのものとかあったらコメントで教えてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。